万有は1995年に東日本旅客鉄道が改造し所有していた団体臨時列車用の和式機動車でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。本校では後に動車を名称を変更したふるさとについても述べる。ふるさと JR 東日本水戸市社では1991年より洋風電車リゾートエクスプレス U を所有し、 団体列車を中心に運用していたが、和式車両の必要性も生じてきたため新たな、お座式列車である、万有を製作した。編成相性は、水戸高門万有機から取られている。同志社の水軍船など、非電化路線での使用を考慮し、キハ40系1両と、キハ48系2両の機動車を改造した。キハ40系では初めてグリーン車である。 キロ40型とキロ48型が誕生した。編成は以下の3両で構成される。内は相性。内は旧車号。3両固定編成でなく、キロ41キロ481やキロ481キロ482などの2両編成でも使用された。スキヤ作りの高床層畳敷きで通路は設けられていない。各車装飾が異なり、キロ十八一は、 金病風に、朱塗りの座宅、キロ48には、明るい木目調に、黒漆の座宅、キロ41は、霧に、黒漆の座宅を備える。各車両に、サービス電源要因バータを設け、CD カラオケやビデオデッキを装備。化粧室は、キロ482に,に、便所は、キロ481とキロ41に設置される。基本的に主車である、型と、 キハ48系の構え体を活かして、側窓の一部を埋め込んだほか、台車、機関などはそのままで塗装以外に変更はない。キロ481は、新緑に金色。キロ482は、紫と金色。キロ41は、朱色に、金色のツートンカラー。それぞれ、屋根を含む、車体上部に、3歩道深緑、紫、朱西、車体下部の1。 三どを全車金色としている。窓ガラスは熱線吸収ガラスに交換され、サッシは黒色とした。全車 JR 東日本の郡山工場で改造され、キロ48系の2両は1995年2月に、キロ40型は3月に落成し、1995年3月1日から使用が開始された。落成後は水軍船営業所に配置され、 水戸地区を中心に非電化路線の多い東北地方へも運行された。得意な例としては、第三セクター鉄道である、毛古鉄道や鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線にも入線した事例がある。ふるさとキロ40.48系2000年に仙台支社の小ごた運浴へと転属し、愛称もふるさとへと変更された。2003年になると普通車へと、 格下げされキロ481がキハ482501にキロ482がキハ482502にキロ41がキハ42501へと改版。この改版に際しての改造などは行われていない。仙台地区を中心に非電化、電化を問わず、各路線で使用されており、古巣である水軍線にも姿を見せることもあった。老朽化のため、 2016年8月27日28日に運転された団体臨時列車、ふるさとラストラン号を最後に営業運転を終了した。JR 水戸市社、新型お座敷機動車、万有明日デビュー。交通新聞、P3、キハ40系、ふるさとが、ラストラン、鉄道ファン交友者 RAILF.JP、鉄道ニュース2016年8月28日。 ありがとうございます。